まるっと会議と早速。こんにちは。はい。すいません、今ちょっと、本並さんが J リーグの試合を見ているので、いつもなら YouTube 撮るときは、消すんですけど、ちょっと J リーグも立て込んでおりますということで、J リーグを見ております。なんとですね、明日私たちの娘が、100日のお誕生日を迎えます。100日のお誕生日っていうの、これだって。100日になりました。生まれてからです。ということで、明日、お食い初めというなんか行事が行われるんですが、そのお食い初めの、ありがとう。ちょっと小さく音量をしてくれました。そして今、娘がここにいるんですけど、娘のここの何かを台にして私は撮ってます。そして、明日お食い初めの行事をするんですが、その前に、こう、部屋を飾り付けたりとかするのがあって、なんかそれを買ってきたので、それを私は今から作りたいと思います。はい、そしてこれが風船ですね。あ、こっちは何もなかったです。はい、これを、今から100日祝い飾り付けです。ローズゴールドですね。女の子なので、やっぱピンクが好きだっていうことで、まだちょっと好きがわかんないんですけど、これから飾り付けるというか、これから準備をしていきたいと思います。サッカー見ながら準備します。まるっとカリッと。娘も今すごいサッカーを見てます。あ、これって普通に膨らませんの？え、これって何なんだろう？なんかストローついてんだけど。普通のストローなの。風船って結ぶよね。結ばないとさ、ねえねえ、風船ってさ、今膨らました、明日さ、しぼむ？明日ぐらい大丈夫かな。明日の、なんかすっごいむずいんだけど、これ硬っ。やばいね、これさ、ケンちゃん、これギュッて結べる？間違ってると思うよ、私。やってみ？結べないから。くさ、これイカみたいな匂いする。サキイカみたいな。くさ、サキイカ。何これ、風船ってこんな難しかったっけ、結ぶの。こんな硬い。おげげおげげ、無理だって、結ぶの。これ丸めて壊れない？大丈夫？なんでこんなに難しかったっけ、風船って。私こんな知った。ありがとう。イエーイ、これでこれ今やってます。え、これできた？けんちゃん、これを作っていきます。何個か。6月はさ、いろいろ行事があるね。こなみさんも6月は誕生日なので、またいろいろ飾り付けたりとかすることが多くなるし。やばい。あ、今吐きそうになったね。 To you ってどういう意味？あなた。はいよ。やばい、ちょっと今娘がぐずり始めました。いや、ほら、ていう、あなた。これちょっと自分のペースでどんどん結んで。これ何なんだろう、見て。このさ、ここについてるゴム何なの。これって外すって意味なのかな。これ外すんじゃないの、これ。こうやって外して使ってくださいでしょ、多分、でしょ。あれついてたの。だからできる。これ頼むかな。何？いやー、これすっごい硬い。何これ、こんな硬
硬いの。風船ってなんかいつ割れるか分かんないから怖いよね。もう次やから次やから。しかもさ、こんだけ風船膨らましてさ、次の日の朝全部しぼんでたらマジで最悪、最悪ですよね。はい、いいですか。はい、ほなみさんがなんかネットショッピングするのに、できないからいつもやってます。うん、見ました。もういいのこれで、うん。お前ひっくり返るぞ、ちょっとごめんごめん。言ってた、あの今日ね、病院の先生が何寝返り打つから早いねって言ってた。すごい。おい。まだね。おい見てこれ。うわー。